こんにちは。プロインタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス。今日は第330回です。石原先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回は20代ウェブ制作の方からいただいています。こんな質問です。毎回認証が高くなる放送ありがとうございます。現在24歳で、父が脱サラして立ち上げた事業はアルバイトをしつつ手伝いながら、これから自分の会社が持てるようにと勉強しているものです。ハマ、うん、ってしまうととことんハマる父が、これはすごいと進め、 うさ,んくさ,さ満載で聞いてみたのがきっかけであこの番組のことですね <laughs> はい。今までは過去のポッドキャストをウォークマンに入れ移動中や暇な時間に毎日聞くぐらい私もハマってしまいましたそうお父さんからですね、うん、父は甲子園トップ3%クラブに早速入り今では時間を決めて親子でテキストを学んでいますすごいすごいなあ,ついにある意味羨ましいなこれ <laughs> <laughs> 確かについに親子2台できましたねこれすごいねうんここからが質問なのですが脳のマルチタスクを拡張すれば仕事の効率がアップすると学びました 私自身も同意見で、私をマルチタスクの拡張とできるだけ認証を高める努力をしています。そういう時間を過ごすうちに、付き合いの長い、仲の良い同い年の友人が完全なシングルタスク型の人間であることが発覚しました。彼は就職したのですが、1年程度で退職して、今はフリーターをやっています。 彼の話はよく聞いてみると、幼少期空想を膨らませるよりも、ゲームに没頭している時間が長かったそうです。ゲームがマルチタスク化の弊害になる直接の原因となるかはわかりませんが、おそらく友人のようなタイプの人間を部下として抱えている方も少なくないと思います。そしてこれからも増えると思います。友人の将来のことを考えると、近い将来シングルタスクからマルチタスクへ脳を成長できたら彼のためになるのではと思うのです。大人になってからもできる脳のマルチタスク化を進めるための適切なアドバイスや訓練法があるのでしょうか ご教授いただければ幸いです。推進、<ー>24歳の今のタイミングで先生の教えに出会えてよかったと思っています。素晴らしいですね。二十四24歳でこんな難しいこと書けるのかなね。すごい頭の切れるっていうか、回転してるん、ね、さ、この文章そのものを読んだ時にさ、はい、だって僕とか早川君が嬉しいなっていうちゃんと前振りしてるでしょ。してますね。 だよね、すごい、ね、これ選ばれるよなこれ選ばれ,選ばれるべくして選ばれた感じですねうちのスタッフがだって「先生すごいの来ましたよ」って言うからさ、うん、何かって言ったらだからもうその文章で人の気持ちをわしづかみにしてるっていうさ でまた読んでる早川君も嬉しそうな顔して読んでるから嬉しいですよね印象高いよね今読みながらいろんなこと考えてましたそうかこう番組始めたのは6年前とかだからこの彼は18歳だったんだ最初はみたいなでその時は当然知らないだろうけど今こうやって親子二代にいてはもう思って掴まれてましたね番組そのものが親子のこう絆を深くするんだなみたいなね <laughs> そうですね,ねなんでもそんな彼からこの「マルチタスク<ー>」これね早川君「マルチタスク」っていつぐらいから これでもマルチタスクって、そもそも先生のこうおさらいになるかもしれないけど、うん、脳のマルチタスクですよね。うん、つまり仕事のマルチタスクとはちょっと違うっていう。いああイコールだと思ったらいいよね。うん、思考を複数走らせるっていうことでしょ。あれも考えてるし、こっちも考えてるし。うん、だけど、シングルタスクなんだけど、それを細切れにするとマルチタスクになるんだねっていうことじゃん。うんうん、だからまあそういうい意味では 同時に5個とか10個とか20個っていう仕事をあって走らしながら走らせていくことで組織が生まれるわけでしょっていう感じじゃないですか。どれぐらいののの感じなの自分の場合は僕は起業して2年ぐらい経ってからですかね。 最初の時はもうそれこそ誰よりも先生がご存知のようにもう何が何だかよくわからない感じでやってひたすらある意味シングルタスクというか <laughs> 目の前に来たものをみたいな感じだったんですけど途中からやっぱりこのビジネスの面白さだったり自分で気づいたりまあお客さん増えていく中でこのままじゃまずいだろうっていうのもあったしもっといろんな広がりができるだろうっていうふうに考えるようになったら自然とマルチタスク化しましたよね。 仕事自体を同時にいわゆる何か聞きながらやるとか<ー>そういうのは<ー>そういうマルチタスクはしないですけどでそれはなかなか難しいじゃん、うん、だからそれこそそのたくさんの仕事を細切れにシングルタクスクで同時並行してるって感じだよねはいだからこっちのトラックこっちのトラックこっちのトラックっていうよりも、うん、やりながらやることをばかばかこうね映ってるって感じ、はい、だからそういって考えるといくつぐらいのことに関わってるの でもかなり20個ぐらいそうですねそのくらいだと思いますいいか悪いか分かんないですけど僕的にはそれも減らしましたねまあそうか僕の場合はマルチタスクのタスクの帯が太いか細いかとか線みたいなのかみたいなそんな感じかなだから太い線が走ってたり細いのが走ってたり線みたいなのが走ってて点線になってるみたいなのもあるけどそれをザーッとこう走らせながらある程度走ったら僕の代わりに走る人間をそこに乗せるみたいな感じだけどね その辺ってもう先生の場合だとねプレミアムとかの過去話ありましたが全部データベースというか頭の中にあるわけですよね。そう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 。まあでもそうしないとつまんないからやってるっていうのな。うんうん、なんか僕なんかはまあ確か本当に大事なことはほっといて脳のマルチタス化で覚えてるんですけどさっき先生おっしゃった帯になるのかなそういう意味では細い帯でもやっぱりちょっと取っといた方が面白いことってあるじゃないですか。僕の場合は結局ずっと 斜めに見ててましたけど途中からやっっぱママインドマップが結構便利だなと思って前もちょっと話したかもしれないですけど人脈のポートフォリオも含めてスマホとかで見れるマインドマップのツールがあってそれを毎日だったり毎週いわゆるマルチタスクのことが全部ダーって放射状に並んでてそれをちょっと見ていろいろ考えたり振り返ったりっていうのは必ずやってますけど。どそう。まあ逆に言うとさシングルタスクの人は本当に極めたものをシングルタスクしてもらえると。 アーティストだとか、芸術とかね、うん、なんていうかね、アートとかなんか,かな、そういう意味ではいいかもしれないから、うん、その彼がマルチタスクをした方がいいのか、うん、シングルタスクで突き抜けた方がいいのかっていうのは、なんかある、はあるね。僕も今それ全く同じことをちょっと僕メモで書いてたんですけど、うんうん、まさにそうするとその見極めっていうのはできるんでしょうか。誰がどうすればいいのかっていうことと、あとそういう意味では、今、 この彼の友人はシングルタスクでっていうことですけど、場合によってはマルチタスクをちゃんとできるようになる人かもしれないってことなんですかね。ある程度年齢がいっちゃうと、なかなか人間変わらないから、はいねうん、あとその、彼がこの人に対してどれぐらいの思い入れがあるかとかっていうのもあるので、下手に触んない方がいいっていうかさ、さビジネス上は関わりを持たない方がいいっていうふうに思ったりすることも、経営的にはあるよね、うん、大人になってから、しかも、ね、その育てるって大変ないろんな意味で。うん ちょっととは置いといて、うん、コストかでまあその人外してさ、うん、例えば診察で人が入ってきてある程度若いであれば同時に1個の仕事じゃなくて3個の仕事からつかせるっていう形で、はい、最初からね要するに世の中に出てきた時に新しく癖がつくチャンスじゃない、はいうん、新人ねってなった時には仕事ってこういうふうにやっていくんだよっていうのを。 まあ難しくない仕事も含めて3つぐらいを同時に持たせてみて、はい、そいつを動かすっていうことをサポートしながらそれにもう一個増やそうね、はい、もう一個増やそうねもう一個増やそうねって言ってマルチタスクを教えていく方法はあると思うなそそうかそうかですね、うん、あとはどうしてもさ認証の広さとマルチタスクっていうのは彼も言ってるようにリンクしてくるじゃないですか。うんうん だから、認証を増すためのワークを必ずさせた方がよくて、うん、それは何かっていうと、自分自身が自分でいるっていうかさ、うん、一人称っていうのは自分がやってるけど、それを外から見れないってことでしょ。二人称になった時に初めて、二人称レベルの自分っているじゃない、うん、で,で、例えば、それって映像とかさ、音っていうのはすごくよくて、セールスマンの人に必ずプレゼンテーション撮取りなさいっていうのね。うん、で、取ったプレゼンテーションを聞くと、 そこにはさ自分とお客がいるじゃん、ね、で自分の声も入ってればお客さんの声も入っててそれをもう一回音声で聞いてみた時にすごい第三者的になって三人称視点が身につくわけね。いやでもなりますよねその時にすごく面白くて自分の声を自分で聞くのってすごいストレスが最初あるんだけどそこを無視して本当に3人称視点 目線で聞けるってなった時に、おいおいおい、こんな入り口の張り方してんのとかさあ、このお客さんって意外にこの時点で買うって言ってんのに、うん、僕自分見てなかったなとか、いろんなことが見えるわけよ。なんか自分ではすごい上手く言えたつもりだけど、全然伝わってないなとか。そうそう,そ,うそうそう。あるいはそれをその映像で、まあ今僕はちょっと講演家を育ててますけど、講演してるの必ず動画撮れって言ってるの。うん、それはうちのスタッフにはね。で必ず動画撮って、その人に嫌でも3回見ろとか5回見ろとか、10回見させると、うん、もう仕草から何かからが、 今度観客目線あるいはプロデュース目線で自分を見るようになるんですよ。うん、で観客目線で見てる時とプロデュース目線で見る,見る時と両方持っていると講演家って早く育つのよう。<ー>うん。それだけでも全然違いますよね。誰かが手取り足取り教えるのも必要かもしれないですけど、うん、まずその何回も見てもらう。本人が自分でまあ何回見たら最初嫌だもんね。うん、うん。それからあの不意に何か今日は初めての講演ですがみたいなこと言っちゃうわけですよ。はい お客さん初めての声なんか聞きたくないじゃんとかさなんかやっぱ僕もね、まあ、今でもうまいか分かりませんけど必ず今もそういうふうに言っちゃいましたけど、うん、この前置きの言葉を言っちゃいますよね慣れないとうんでもそれかないそれから例えば今日はこんな話ですって最初に前振りしてくんないと、まあ、例えばね今日はこういう題でこういう経験のことにこういうふうに話しますって言わないと講演っていうのはさお客さんが迷っちゃうの要するにどういうふうにこの話を聞いたらいいのとかえ今日何の話なのだから落ち着かないわけよ でもそれはやっぱりちゃんと分かってないで喋ってますよねっていうさいうのをまあ僕もこう動画聴きながらアドバイスしたりとかするんだけどそういうのってすごいその客観性と認証の高さと同時に複数のことを思考するっていう訓練になるから多分マルチタスク化しやすいんじゃないかと認証<ー>、うん、とマルチタスク化の一番効率的なトレーニングっぽいですねそうかまあでも振り返りますねまあ嫌でも この番組というか先生の番組含めても何千回番組やって自分の声聞いてるからそれはちょっと上手くなりますよね強制的にやるってことですね、うん、じゃ僕も映像の方もちょっと頑張ってみたいと思います、はいはい、ということで今日は第330回をお届けしました石原先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました